憲法と自衛隊についてです。自衛隊は憲法違反という立場を取られていますが災害などの時にはは自衛隊の助けは必要だと思います今後どのような位置づけで自衛隊は活動すべきだと思われますか。 日本共産党は自衛隊は憲法違反であり自衛隊がいなくても安心だと国民に思ってもらえるよう段階的解消を目標にしているとホームページで読みましたあしかしただ単に憲法違反だからや国際紛争には平和的解決を目指すべきだからということを言っているだけでは国民が安心することは不可能だと思います実際に国民が安心だと思えるために何をすべきか具体案を教えてくださいということですがいかがでしょうか。 あのまず自衛隊のそもそも的な位置づけの,あのご質問ですね、憲法9条には、えー、陸海空軍その他の戦力は持てませんと書いてある、うん、で自衛隊はどう見てもこれ、戦力です。<laughs>